はい、どうも、バカ笑いです。本日は沼部駅周辺をお散歩しました。ぜひ、そのご様子をご覧ください。水路には鯉や亀がいました。お時間の許す限り、まったりゆっくりご覧ください。それではお散歩の方していきます。また、ご意見やご感想等ございましたら、コメント欄にて書き込んでいただけるとありがたいです。それでは早速お散歩の方していきます。